名前と年齢、出身地なんですけど、え、名前が、うん、カルロス田中。え、絶対違うっしょ。出身地がね、ブラジルサンパウロ。言ってましたね、うん、しかも年齢ですよね。41歳。はい、もう息子がいてニートで困ってます腹立つ息子さんはそれなんて言ってるんですか、お父さんのお仕事。働いてくれ日本語じゃん。はい、お子さんの名前はフィーゴですフィーゴってかっこいいね。 で、はい、でなぜニートになったんですか。バイトをクビになってプライベートでいろいろあった、はい、これ相当なんかあったんでしょうね。ありましたね。バイトはなぜクビになったの。うんうん、いや、あのなんかバイト面接行って受かったんですよ、うんうん、で面接受かったらなんか別にこっちのもんかなと思って LINE 入れちゃったら、うん、ダメでしょって言われて。別になんかあのクックさん帽子をかぶるし、うん、そうね、見えないかなと思って、なんかそこに金髪お兄ちゃんとかもいて、で僕だけなぜかクビになっちゃって、まあいろいろあったと思うんですよ、人間性とか多分こいつなんか持ってんぞみたいな感じだったかもしれない。髪型じゃなかったんじゃないかなと。髪型だけ多分突っ込めるだけだったと、きっかけとしてね。そうですそうです、言われたんじゃないかと、はい、で一回お皿がドミノみたいに倒れちゃって、えっ、それは相当割れたでしょ。割れましたね。でそしたら店長も腹割ってくれてうまいこと言ってんじゃないわよそれはね、それをラップで言ってほしかったな、ね、急に普通に喋るんだみたいな。皿割って、店長腹割ってっつって、そうです。そして店長に握手されて、うん、あっお前すげえわって言われて、うん、でその後クビですからめっちゃ怒ってたんだよね。まあ、YouTube で活動を始めたきっかけは暇だったからって。初めてそのアップした動画はさっきのやつですか。あ、違います。初めてアップしたのは日本語ラップだってダサいですかっていうタイトルでアップして、ちょっとなんか言いたいことあったんですよ、僕なりに、世間にちょっと、うん、そうでしょうね、なんかあれ、あ、そうです、感じちゃいます、やだなやだな、読まれてる読まれてる、僕全部全裸見られてる気がする。で何言って、見てねえよやばい、見てねえよ。結構それって物理醸し出すタイトルじゃないですか、日本語ラップってダサいの、うん、そしたら結構高評価ばっかで埋まっちゃってて、あれあれあれ、認められちゃったと思って、うんうん、勘違いして今に至りますね勘違いしやすいんです。すごいしやすいです。お世辞とあれの違い分かんないんで、よく親に怒られたりして、はい、純粋すぎて、はい、うん、なんか困ってきたなんか純粋すぎて、すいません、すいません、まあ、YouTube を始めて良かったことは、まあ、これは僕らに対してのね、あれです、うん、いや、それリアルです。そういうのはあんまり信じないでも厳しいね、うん、じゃあ逆の立場で考えていただければ分かると思うんですけど僕終わってるじゃないですか、見た感じだって。だって寝てるだけで、 YouTube 動画アップしてるだけで。いや、だって巨匠でしょ。いやいやいや、処方ですよ。で処方ですよ。そういう人が例えば自分のアイデアで YouTube で動画アップして、うん、アクセス伸びて、うん、手島さんと山本さん会えるって、うん、もうニートの夢じゃないですかそれちげえよ、まあ、ここメインじゃないと思うけどここメインじゃないよ。いや、もうジャパニーズドリームみたいな、アメリカンドリームじゃないですけど、だから僕も動画投稿やめちゃってもいいかなと思ってます。今日ここ会えたから早い、もういいかなと思って。巨匠なんだから、ね、もっとアクセス伸ばしてさ、うん、でも逆で考えたらそうですよ。例えばニートやってて、すっごい有名人入ったとこあって、ビビりません。だって、マジすまじ。今日ありがとうございます。番組とかね、こういうラッパーの人とかたまに出るじゃん、うん、はい、素人さん枠とかで、例えば、うん、笑っていいともとか、ああいうのって言ったらもっとすごい、タモリさんとかもお会いできるかもしれないし、うんうん、ここを目指してはダメだよ。いや、もう僕いい番組なんですから、目標低いですから、僕基本的に人生全部、例えばテストでも目標低いっていうのもおかしいでしょ。いや、いや、例えば僕はもうや俺ら目標、まあまあ頑張ったよ。いや、まあ、ごめんなさい、また噛んじゃった、どうしようそういう意味じゃなかったのに、分かってくれますよね。分かる、分かる。ああ、どうしよう。あれ、食っていきたいっていうのはないの。なんかね、ヒップホップ界で1位取るとかそういうのじゃなくて、いや、もう鼻から無理なことはもう目指さないようにしてて、やる気出してよ。ほんと名前通りじゃんねえ。僕、あの小学校の時に身長172センチの男の子がいて、小学校6年生で、おお、大きいね。はい、でその人がダンクしたんですよ、うんうんうん、小学校で、すごいね、先生がみんなやりなさいと言い出して、うん、いや、できるわけないじゃんって、だって身長140センチダンクもできるわけないじゃんって、うん、だから僕そっからもう決めたんですね、無理なことは無理だってことが分かったから。だからラップで1位取るとか、
そういうことは確実無理で、で僕の中で例えばニート生活やってる時に手島さんに会うとか山本さんに会うっていうのはもう無理なことなんですよ。でも無理じゃなかったんですよね。だからもう俺の夢叶ったみたいな。もういい。ここゴールなの？はい、ここがゴールなの？はい、ゴールです。いやいやいや、ここが僕の人生の最終地点。いやいや、早いよ。もっとはありますよね。ねえ、いや、もうどうやってじゃあお子さんとか養っていくの？あ、もうさっきギャグです、すいません。乗っかってあげたのに。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。ね、楽しくなってきますね。で、やっぱちょっと気になるのが、ね、YouTube 活動で一番辛かったことって炎上したって。あ、そうそうそう。なんで？結構最近の YouTube って商品紹介が流行ってるんですよ。例えばなんか今流行りのお菓子はこれだとか、あと今流行りの機材はこれだとか、でみんなそれで、なんでみんな商品紹介やってるのみたいなと言ったら、ニートのくせに何調子こいてんの。5000件ぐらい死ねとかコメント来て。5000件ですよ。じゃあなんかさ、はい、もう2ブロックじゃなく、はい、坊主にしてなんか謝罪とかしたら。そういうコメントも来ました。もう動画やめようかなと思ったんですよ、うん、でそしたらこの番組のメールが来て、え、マジで全然続ける、ふーってハッピーになっちゃって一気に。もう炎上どうでもいい、どうでもいいと思って。炎上とかどうでもいいとか言うとまた炎上しますよ。そうだよ。ごめんなさい、これ手島優の番組だからね。はい、私のやっと持てた冠番組を炎上させないでください。ちょっと謝ってくださいよ。ごめんなさい、すいません。今後の展開を教えてください、うん、ダツニート。そうですね、まあ、脱2として、ママはちょっとまあ安心でさせれば、ちょっとまあ示しがつくかなと思って、で来年家出なきゃいけないんで。そうなんで来年出なきゃいけない。いや、もうお前にはコリコリだって言われて。待て、あ、じゃあ待て、じゃあ、はい、本当は何歳なんですか。書いてください。私に見合わせ触れるよ。触っちゃった。おん、うん、出た方がいいね。です。見えない。はい、じゃあ頑張らないと、なんかライブとかね、たくさんしてね。うん、はい、いや、でももっと簡単な道あるかなと思って、ただなんかテレアポとか。そんで？いや、もうゴール来ちゃったから、もういいで、テレアポセンターみんな自慢みたいな。テレアポでいいです。まあ最後に、うん、手島優に何か一言で、うん、今日のワンピースめちゃめちゃ可愛い。ね、言ってくれましたね。まあ、ということでね、うん、まあ、今回ヘタレ B ボーイさんが、手陣に愛を込めたラップを用意してくださったみたいなんですよ。あ、大丈夫です。うん。いやいやいや、せっかく作ってきたんですから。嘘。あ、じゃあしょうがねえな。はい。それではヘタレ B ボーイさん、手島優さんへの愛のラップパフォーマンスお願いします。どうぞ。恥ずかしいな。なんか繊細なメロディ。俺王者だ。ああ、手島優先、実は天然。俺にくれよ栃木のせんべい。俺はマジなんだよ。リスペクト手焼きせんべい8万や。元カレーの噛んだガムを保存って確かに重い。でもそんなあなたが好き届きますか？俺の思い。ここ時代のあだ名はどすこい。でも俺しちまったよ恋。年齢サバ読み全然気にしねえ。だってね、俺なんて関係ねえ。テレより鍋料理天下一品。美人すぎて緊張し必死。最後一言言ってこうとよ、手島優さん I love you。 いやー、もう俺寝れねえ。マジやべえ。何それ。うわー、超ごめんなさい、すいません、なんか、あ、もう俺、もう、いや、ここゴールです、マジで。いや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 、ゴールじゃない。早いよ、私とかじゃない。もっといるから。ゴール、ゴール。どうでした？いや、よく調べてくれたんですね、私のこと。はい、ファンです。ね、なんか、もう言われてることが全部、言ってほしくないことで。びっくりしちゃった。もうそこも突っ込むか、そこも突っ込むかって。でも、相当作ったんでしょ、だったら。いや、でも来ましたよ。頑張りました。普通に多分僕次作る曲の作詞なんか多分全然頑張ってると思うんですいませんね、ね、もう本当に、いやありがたかったです。はい、はい、ということで、はい、ヘタレ B-Boy さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後にヘタレ B-Boy さんお聞きします。はい、ヘタレ B-Boy さんとって、はい、YouTube とは動画投稿サイト。ありがとうございました。彼女募集中でーす。待ってるぜ。毎週水曜日夜9時から30分生放送おしゃべり羊、ぜひ見てくださいね。続いては美容モノマネ教室。
皆さんこんにちは、音羽あつろです。このコーナーはモノマネでワンランク上を目指したいと思います。準備はよろしいですか？はい。まず名前から自己紹介から、はい、やっていきましょう。はい、普通だったら、はい、声は張ります。張って張りますね。ここは張りません。ここは張りません。ここは張りません。はい。じゃあ僕の後についてくださいね。はい。どうも、ワドウェイ浅野です。はい。もういきなり。私も渡部篤郎です。さんの名前で言うべき。そうですそうです。聞こえんのかな聞こえないのかなぐらいの。大勢さん拾えてるぐらいの。どれぐらい力を抜かせばいいんですか。そうですね。どう。じゃあそれ渡部篤郎さん。それ森森進一です。あ、違いました。皆さんこんにちは、渡部篤郎です。はい、皆さんこんばんは、森進一森進一になっちゃう。あれあれ難しい、あれ難しい、あれ渡部篤郎です。渡部篤郎です。トーンはいい、トーンはいい、トーンはいいよ。そのぐらいの薄さでいいよ。渡部篤郎です。吐いて。渡部篤郎です。やりながらは、はい、あのちゃんと聞こえちゃいけないのよ。はい、俺あの太陽でね、はい、明智についてやったの。はい、やられてましたね。敵は本能寺にありってあるでしょ。はい、あれだいたいみんな大きい声で言うでしょ。はい、違う、あつろ違うの。あつろ違うんすか。いるよ。はい、敵は本能寺、はい。言ってるんですよね。言ってる言ってる言ってる。それ最後、そうそう、それ決めだから。いやあんなだだだだだ。それさ、バカにしてるでしょ。バカにしてない。バカにしてないし、体も使いましたし。ちゃんとやってよ、ちゃんと。これ喉使いますね。てきゃはい。てきゃはんのじね、はい、はんのじね、はい、オッケー、オッケー、以上、ワンランカップ。頑張れ、ございました。難しい。番組に出演してくれる YouTuber の方を募集しています。自分のチャンネルをぜひ紹介してほしいという方、ぜひこちらまでどしどしメールください。お待ちしております。はい、ということでお別れの時間やってまいりましたけどもね。手順いかがでした今日は。早い。いや、なんか思ったんですけど、うん、ヘタレ B-Boy さんは、うん、彼女できないと思う。いやいやいや、思いが届かない。相当悩ましてるね、手順をね。なんか私のネガティブな心をすごくノックしてきた。ああ、なるほど。部屋がもっと花柄になっちゃう。なるわ。これなる、私注文し直す。なるほど。はい、さあ、YouTube 界のヒップホップの巨匠、はい、ヘタレ B-Boy さんの話から、うんうん、自分をワンランクアップさせるヒントは、うん、これ発見できました？まあそうですね、まあまあね、ネガティブなところをノックはされましたけど、でもやっぱ自分を信じてこう突き進むっていうのは、うん、まあ、大事なことなんだなとは思いましたよね。そこに関してもね、うん、なんか明るさがまあ伝わってきたんで、うん、こう悩んでもまた上がるっていうところはすごく見習わなきゃなってすごい思いましたね、うんうん、トークの中盤ぐらいからね、普通のヘタレになってくる。あー、気づいたか。 B-Boy がなくなっちゃったから、ね、ただの真面目な青年みたいになってましたよね。そうそう、もうちょっと頑張ってよってなんか、ね、でも応援したくなる感じでしたよね。そう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 、でもなんかもうどん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 なんか出てくるんじゃないかなって私は思いましたけどね、うん、トークも面白かったし、彼の良さがね、それがまあ良さなんだろうけど、うん、でも周りがそうやってね応援してくれるから、そう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 、僕は続けてほしいな、ヘタレで終わってほしくないなと思います。確かに、はい、うん、
思いました。はい。うん、じゃあこの東京ネクストガールは毎月第1日曜日にアップ予定です。次回の第23回目の放送は5月5日にアップ。あ、これ親父の誕生日だ。わあ！5月5日にあと渡部篤郎さんの誕生日だ。あら！アップされる予定なのでぜひお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。山本太郎。